思わぬことさえ起きることがあるから、これからももっと歩いて行きたいと思うよ。今日は雨音は聞こえないどころかね、いいお天気というより刺すような日差しでございましたね。まさしくヒリヒリするようなね、そんな日差しでございましたけれども、もうミサゴのこの姿を見ておりますとね、羨ましくなるような気がしましたけれどもね。こちら兵庫県の内陸部北播磨から普段お送りしているチャンネルでございますけれどもね、1ヶ月に1回ぐらいね、河口付近に出かけております。内陸部でございますのでね、海がないんですよ。まあ、野鳥たちいろんな環境でね、いろんな鳥がいると思いますけれども、まあ、海辺で見ることができる鳥っていうのをね求めてそのようなことをしているわけでございますけれどもね。こちらはね、ウラギンシジミという蝶でございますけれどもね、近くでね鳥の鳴き声がしたのでちょっと様子を伺っておりますとね、ハッカチョウですね。ハッカチョウね、今回の動画の中でも何回か登場してくれるんですけれどもね、こちらがねムクドリですか、お尋ねしますけれども、普段ね内陸部で見るムクドリと姿色合いなどねちょっと違うような気がしたんですけれどもね、これは成長過程なのか、それとも季節性のことなんでしょうかね。ずいぶんね見慣れた姿とは違いましたのでちょっと戸惑ったんですけれどもね、まあ、このチャンネルではいろんな野鳥の識別などについてねいろんなことを教えてもらっておりましてね、ほぼ9割方ご覧いただいている方から教えていただいた鳥になっていると思いますね。さてね、このようにこちらはヒヨドリでしたかね、海辺に特徴的なね鳥に出会うことができるかなと思って出かけているんですけれどもね、私は以前ね海辺に出かけるといつ行ってもカモメが群れ飛んでいるんじゃないかなんてね思っていたことがあったんですが、カモメは冬鳥なんですってね。この撮影をし始めてからしばらく経ってからねそのことを知りましたのでね、海辺の季節性というのかな、そういったことがもう一つよく分かっていないんですけれどもね。こちらはね磯ヒヨドリですね。まさしく磯のヒヨドリということでございますけれどもね、磯ヒヨドリはもう内陸部ではね普通に毎日のように見かけたり鳴き声を聞いたりすることが、やっぱりワンステップ入りますね、イソヒヨドリ飛び立つ前ね。内陸部でも代表的なよく目立つ鳥にねイソヒヨドリはなってきたように思いますね。このようにね海辺に行きましても普段からよく見慣れた野鳥に出会うこともありますので、改めてね身近にいる野鳥たちのありがたみっていうようなことを感じることがありますね。そしてこちらがねウミネコですかね。おそらく以前ですとあカモメがいるなんてね思っていたと思うんですけれども、まあカモメに近い鳥ではあるらしいんですけれどもね、ウミネコは年中見ることができるんですよね。そうですよね、ホジロさんね。何ですか、なんかすごくかっこいいところにいますね。何でしょうね、ホジロさんにはいつもお世話になってますけどね、何か言ってくれてるようですよ。何でしょう、仲良く旋回命令口調、何のこと、あ
普段からお世話になってる法次郎さんとか仲良くしなきゃねいけないよっていうことを言ってくれてるんですよね。まあその通りだと思いますね。今回も、まあ、スズメやハシボソカラス、こちらはツバメですけれどもね、大変お世話になっておりますけれどもね、このようにね、まあ、海辺特徴的なねそのような場所にいる鳥に出会うことができたので良かったと思うんですが、冒頭ご覧いただきましたミサゴなんですけれどもね、ミサゴも内陸部でね比較的よく見かける猛禽類の一つではあるんですけれどもね、あの先ほどカワウが映っていたと思いますけれどもね、こちらもねカワウが水上にいるのかと思って撮影しておりますとね、最初のミサゴとの出会いがこちらでございました。内陸部でミサゴに出会うのはどちらかというと秋冬のような気がしているんですけれどもね、以前はね海辺に出かけないと出会えない鳥だなんて思っていた、それどころかね図鑑で見ることしかできない鳥だと思っていたのでね、内陸部でミサゴを見た時はねびっくりしましたけどね、最近はあちらこちらでねミサゴ来ているよっていうことをねお出会いする方から教えていただくこともありますので、まあいろんな方がね目にされている証拠だと思いますね。こちらはねハシボソカラスですかね、一見ハッカチョウとよく似てるんですけどね。そしてこちらね新幹線が上を通っているんですけれどもね、橋の下の陰でね休んでおりました。川の近くを歩いておりますのでいい風がね吹いておりましたので助かりましたけどね、熱中症アラートがね今日なんかも出ておりまして、まあできるだけあの外に出かけないようになんてね言われていたんですけど、法次郎さんなんか大丈夫なのかな、この暑さの中鳥たちって大丈夫ですかね。さっさと逃げとき。そうですね、本当この暑さはねちょっと身の危険を感じるような暑さではありましたね。先ほど橋の下で休んでおりましてね、ちょっとあの T シャツをねちょっと脱いでね絞ってみたらね汗が滴り落ちておりましたけれどもね、おそらく1リットルぐらいね汗はかいたんじゃないかなって思っておりますけれどもね、まあ、水分補給本当にこまめにするようにして歩いてまいりました。ところでね、まあ、体調管理といいますか、まあ、ダイエットの方を進めておりましてね、そのおかげかどうか分かりませんけれどもね、これ帰り大変だななんて思いながら歩いておりましてもね、ちょっと気合を入れ直すことによってねまた気持ちを持ち直すようなことができるようになりましたね。これは何でしょう、何かダイエット効果といいますかね、そのようなことがあるんでしょうかね。少しでも身が軽くなることによってね歩くことが苦にならなくなっているのかもしれませんけれどもね、一方でねちょっとお尻の肉がね薄くなったのか知りませんけれどもね、すぐにお尻が痛くなったりすることもあります。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。